皆様こんにちは。こんにちは。素晴らしい晴天に恵まれまして、第79回全国都市問題会議がここ那覇市において開催の運びとなりまして、本日は知事代理として紫副知事のご臨席をいただき、また市長講演をお引き受けいただきました山本博文先生をはじめ、今日明日と各講師の先生方にも前の方にお揃いをいただいているところでございます。全国各地よりご参集賜りました2204名の皆様方に心からありがたく御礼を申し上げる次第でございます。この都市問題会議でありますが、遡りますと昭和2年、当時の関はじめ大阪市長の提唱により始まったものと聞いております。関大阪市長は都市の拡大発展に伴い生ずる課題が広範かつ複雑となり、都市一都市自治体での解決が難しくなっている。これを解決するためには都市自治関係者が集い、都市問題を科学的に研究し、都市政策樹立のため幅広く知識経験を交換するための場が必要であると提唱されたとのことでございます。これを受けまして第1回全国都市問題会議が大阪市で開催をされ、その後全国各主要都市において開催をされてまいりまして、ここ沖縄において初めて第79回大会の開催の運びとなったところでございます。この大会を引き受けいただきました城間那覇市長をはじめとする那覇市ご当局の多くの関係者の皆様方にまずもって心から感謝申し上げる次第でございます。私事で恐縮でございますが、私は昭和35年の春の選抜大会に出場した那覇高校の三塁手と文通から始まりまして、同じ三塁手投手ということで、私は甲子園行ったんじゃないです甲子園からの帰途、山口県に寄られて、そこで山口県選抜チームと試合をやったわけですが、その折に三塁手同士で知り合った人物が、皆様よくご存知の沖縄では最大の料亭の社長でございます。そんなご縁がありまして、昭和37年に当時の大学の下宿先で知り合った沖縄の友人のもとに約1ヶ月間沖縄に参りました。昭和37年でございますから私は19歳です。随分若くございました。全島を自転車でゆっくり一周しながら、沖縄のさまざまな悩み苦しみまた願いなどをしっかりと聞かさせていただいた。本土から見えた、内地から見えた学生さんだということで、心からのご歓迎を受けた思い出がございます。以来60年近くになっておりますが、おおよそ30回ぐらいご当地那覇をはじめとする沖縄各地を訪問させていただいております。訪問させていただく旅ごとにどんどん発展、どんどん成長していっておられる沖縄県の状況を見るにつけまして、
当時は80万と言われていた人口でございましたが、その後増えていってございますが、県民挙げて大変な血の滲むようなご努力の中で、そして全国各地からの沖縄頑張れ、沖縄ありがとう、そういう熱い思いの中で発展を遂げられてきているところでございます。改めて多くの関係者の皆様方に心から感謝申し上げる次第でございます。今回那覇市においての開催でございます。今日はその2日間どうぞ皆様方にはこの素晴らしい沖縄の人情と豊かな歴史と風土にどっぷり使っていただいて、ますます強く沖縄への思いを抱いていただければ、私としてこれにすぐる喜びはございません。こうした機会を頂戴いたしました全国市長会の市長各位、並びに全国各地からご参集いただいております議長、議員、そしてまた行政関係の方々に、新人なる敬意とそれぞれの地域おこしのために、我々都市が一致団結して頑張っていこうではありませんかと強く申し上げ、はなはだ素地でございますが、私からのご挨拶に返させていただきます。ご清聴ありがとうございました。松田会長の開会挨拶でした。